べての世は言葉で語れる。すべての世、それはどちらですか。闇を指すか、この世を指すか。どちらもだ。誰の言葉ですか、大王様。誰だと思う。見当もつきません。だがあなたでないことだけは確か。功績公、神羅万象のすべてを知る者だ。すべてはこの日のため、統一が目前へと迫っています。これも宿命なのでしょう。500の年月をかけて無数の国から7つへと戦国四柱がまたいだ春秋戦国時代、秦、漢、趙、魏、燕、政、そして蘇、中華統一。その地図と英雄譚を、始まりの言葉につながる。すべての世は言葉につながるんだ。李信よ、祖国というのは一つなんだよ。はあ、はあ、 うどん家の花が咲いたぞ。それはまことか。3000年に一度しか咲かぬ花、その花が咲いたんだ。今この中華全土で手にしているだろうよ。縄を外せ、外せ。趙の李牧、燕の太子丹、我が官にいるまだ見ぬ英傑も、そしてその春申君大将軍公園、図らずも呂不韋までもがその手に。お前にとっての天下とは。祖国です。咲いてたらよかったのにね、リワ。そしたらずっとここにいられたのに。行くんでしょ、真に人質として。お前が王になった時は誰よりも強く荒れる。私たち両翼がいるからな。だからその日が来るまで頑張ってこい。私にとってもお前との国は夢だ。どんなことがあったとしても待ってるから。合将軍です。さあ戦ですよ、全土で。では官の王よ、あなたはどう考える。かつて戦国主君魏の秦陵君が率いた合将軍、名高き彼の言葉により各国は力を合わせ秦を撃退した。あなたのいる縁は強いですよ、いなければと思うほどだ。どうでもいい。生きがる蝶にほだされた義と官など兵力にならん。合将軍の合流をやらん。私がこの合将軍を率いる。こうでもしなければできません。この絵を描いたのは李牧か、お前か。どちらでも構わない。火花沈めし英雄たちよ、今こそ世を語ってみせろ。目的は神羅滅亡、王衛征、軍師将兵君の抹殺、一つも逃してはならん。春申君様、それは前では。最後の言葉が誰なのか確かめるぞ。はあ、面倒なんですよ、一人の命で犠牲にする数が。真の王が消えればそれで終わりです。殺せ。最初から覚悟はできてる。やば、完全にやられたね。リストの李牧だね、これは。あの野郎。戦ってのはな、最後に大事に立つもんが勝ちなんだ。俺は絶対に立つ。私は
この大地とこの土と暮らせるだけでいいから。愛する